さあ、やっていきましょうか。ウォレスタパの時間でございます。シモンズの地下研究所でございます。まあ、教会だったりとかね、洋館だったりとかって、なんかいろんなところの地下にね、施設させるのって、本当に好きだよね。よくよく考えればさ、警察署の地下に研究所があったってことはね、もうね、本当に。やばいでございますよ。あなたの噂のレレオン、ここから先は重要なんですよ。ああ、あれ、こんなにカメラワーク激しかったっけ？わあ、すっからかんでございますね、ほんとに。やった。武器ゲッチ。武器、カチャ。さあ、本日のお姉様のぬれぬれタイム。谷間に滴っていく水滴がエロすぎる。さあ、本日のおっぱいを皆さんご堪能あれ。さあ、行こっか。いやー、にしても。なんだろうね。やっぱり8月ってさ、もう暑い。本当に8月も終盤に差し掛かってきてるにもかかわらずね、皆さんお盆はいかがお過ごしだったでしょうかっていうところでね、僕ももう間もなくね、ワールドカップ、あのバスケのね、ワールドカップ沖縄にね、見に行くっていうのが直前まで迫ってきてるから、すんげー楽しみなんだよね。まあまた、それにまつわる動画はちょっと別途お送りをしようかなと思ってるんだけど、どうしようかな。映画編をまとめてやってしまった後に、っていうのも、その25、6、7の金、土、日で行く予定にしているので、まあ、あれですわ。それが、ね、帰って編集してとかって多分、まあそれまでにね、映画編を取り切らなくちゃいけないくらいの勢いだからね。だから今、プチちょっと取りだめをしようかなっていう、まあ、あれだね、あんまりね、よろしくないんだけどね。できればさ、ゲーム実況しながらでも、なんかこう、時事ネタを入れるみたいな、そんなことをしたりとかね、最近こんなニュースがありました、とかって言って、やれたりとかしたら、なんかしたら面白いんだろうけど、鍵がボロボロですね。じゃあ、あなたのパフパフで、パフパフでなんとかならないかな。よし、無理ー。で、カチャポンと開けて、これが、あれ、ここで、あれね、まあ、ゴミだけどね。だって、シモンズがゴミ。ラスボスのことそんなこと言っちゃダメよ。うん。ただの変態ストーカーってやつだから。そうそうそう。聞いてよ。待って、こいつ硬くない？そう、この間さ、ちょっと夜遅くなってね、夜遅くなってって言っても8時半くらいなんだけどさ、8時半くらいに、仕事が終わってね、家じゃない、駅着いて歩いてたんですよ。そしたらね、5メートルくらいかな、5、6メートルくらい前、を、まあ僕の、お母さんくらいの、うん、母親くらいの年齢の人、多分ね、50から60くらいの間のね、うん、人だったと思うんだけど、前を歩いてたんですよね。で、もう見事なまでにシンクロしてんのってくらい、なんか二人ともスピードが同じだったのよ。だから距離がもう縮まることもなく、こう、遠ざかることもなくっていう絶妙な距離を歩いてたよね。そしたら、住宅街に差し掛かったところで一回ね、なんか向こうが怪しいんだな、こっちをチラって見たよね。で、僕も自分がその時ハマってた、音楽、まあ、筋トレの時とかに聞く、レボリューションっていう曲があるんですけど、魂レボリューションじゃないですよ。レボリューションっていうね、曲があるんですけど、それ聞いてノリノリだったんですよね。だからなんか後ろ振り返ってんなーくらいしか気づかなくって、全然意味も返してなかったです。ほんで、歩いてって、そしたら自分が住んでる家のね、ちょっとね、2、30メートルくらい手前になったらね、急にもう一回ね、こっちをチラって見始めて、なんかダッシュでブワー走ってったのね。ほんで、なんか曲がり角曲がるときに、もう一回こっちの方チラって見たから、俺もしかしてだけど、なんか、ストーカーに間違われたって思って、おめえなんか誰がストーカーするかよっていう、すっごいね、あー、なるほど。こうやって冤罪って生まれるんだなって、すっごい寂しい気持ちになった。うん。いや、まあ、女性の皆さんからしたらね、その、年齢とかさ、容姿とかそういうのうんぬんかとか関係なくさ、後ろにさ、ずーっとぴったしとさ、男の人がマークして追いかけてきてたら、そりゃ怖いよ。怖いかもしんないけどさ、そういう意識、意図がない人からするとさ、そのなんかまるでストーカーかのように振る舞われてしまったらさ、なんか、もう、ただの、なんかね、ショックというか、トラウマになっちゃう、逆にトラウマになっちゃうよみたいなね、あれこんなんだったっけ？とりあえずなんかここは何のための施設っていうね、こう謎の施設なんだよね。研究所じゃないっていうね。もはや。これは一体何のための施設だったんだってのがよくわかんないよね。まあなんか訓練所っぽいそんな感じなんだろうかもしれないけどね。まあ昔彼らが地下帝国だった頃に住んでたっていうね。うん。いや、わかんないよ。シモン漬けがね、日の目を浴びる前からガン。さっきから足癖が悪いな、お姉様。そう。まあ僕ね、痴漢
をされたこともあるしね。そう、したことじゃない。したことあったとしたら今頃僕こんなことできてないからね。しかもされたことがあります。うん。高校生の時にね、左のお尻をじゃあ左じゃない。左のお尻をずーっと揉まれ続けたっていうね。っていうこともあったりとかしたし、うん。まあ、その時はね、左の隣にね、めっちゃ綺麗なね、OL さんなのか、まあ、大人の女性がいらっしゃって、多分その人のお尻を満員電車の中で揉もうとして、おっさんが間違えて俺の尻を揉んでたっていうね。それはどうでもいいんだけど、うん。まあ、それは冤罪どころか本当の犯罪だからね。まあ、とりあえず僕は、冤罪に巻き込まれかけたっていうところだったんでね。うん、まあ、その人がね、まあ、バーって逃げてくれたから、それで行って!もうそれでいいかなと思うけどね。ふいふいご褒美イエス。まあ、そんなところでございますよ、本当に。いやー、シュッターケイで、人生、いろいろ何が起こるかわかんないですからね、本当にね。よいしょ。さて、これは、あれ、こんな微調整難しかったっけ、こいつ。ん?ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よ、オッケー。ちょっと待って、くしゃみ。くしゃみ!チュイーン。ディッ。もうさっきから本当にね、エイダさんのね、足癖が悪すぎてね、俺のくしゃみが止まらない。あれ?ん?おーい。急に上から降ってくる。間違えた。これちょっと押しすぎたな。これ押し込みすぎると、うん。残念なことになるんだ。で、よし、オッケー。しかしまあ、これあれなのかな?失態を犯した、なんかシモンズの側近たちみたいな感じなのかな?上から吊るされてるやつは。おります。で、オープンセサミッテー、ケイ、ギーン。There are more missing pieces. 姉さんさ、うえーためらいもなく、ほんと、死体が座ってる。もうこれゾンビ化するかもしれないのにさ。あ、でもゾンビ化してもあれだね。多分、拷問部屋なんだろうけど。なんか、あれ?カメラワークとカメラワークと押すのが難しい。ちょちょちょ、微調整、微調整、微調整。あっ、にゃっ、あっ、オッケー。うわ、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 うわ。で、降りてきます。さあ、おいで。私の弾をぶつけてあげるわよ。難しい。で、あ、なんかすげえ。何の脈絡もなく。これが全部通電して。お、ちなみに椅子に座ってるやつらもさ、ベベベベってやってるけど、あれは単にあれだよね。電気が通ったことによって、震えてるだけであって、別になんか、生きてたとかそういうノリじゃないよね。さて、じゃあ登っていきましょう。いやー、今日も果たして全部のあれを手に入れることはできるんですかね?なんだっけ?あいつですよ、あいつ。エンブレム。やっぱエイダ姉さんのエンブレムはね、手に入れがいがありそうだから、ね。うわー、団体さんご一行いらっしゃいませー。で?ほい。真ん中に。全然こいつが真ん中寄らん。一発ね。待って、全然真ん中に寄ってこない。え?こいつら舐めてる。そもそもこれもさ、あそこに貼り付けたからってさ、あーはそう、あい、これも貼り付けたからって急に床が抜けなくなるっていうのは、どういう仕組み、あ、下手くそ、どういう仕組みなんだろうね。オッケー。よし、これでオッケー。じゃあ、飛びます。宝ぼこを開けて、おもちょぼこ。オッケー。シマンズ。Better hold on to this. I might need it. いやー、ギリギリ使い道あるんすよ。使い道あるんだけど、なんかやだよねー。これ、指輪で開けられる箇所が何箇所もあるっていうね。よし。じゃ、オープン。なんか、こういうので開けられるって、カリオストロの城っぽいよね。二つの指輪組み合わせてさ。あ。シュイークルン。着地。着地。登っていこう。着地で思い出したけども、ワンピースも全然読んでないもんな。和の国でカイドウと戦ってる途中で今んとこ終わっちゃってるもんね。ゼブラックって漫画あるじゃないですか。漫画アプリ。あれで読んでるんですけど、100巻くらい。なんか、とりあえず、なんだっけ。ビッグマムをぶちのめしたっていうところだけは、
見た。で、その後まだカイドウとの決着がついてないって状況だよね。でも、ワノ国のさ、なんかゾロとさ、まあ、キング、クイーンを倒すあれもさ、なんか唐突すぎて、なんかそんなに激戦を繰り広げたっていう感があんまないまま、なんか急に1話で完結させられたっていうのがあって、ちょっとワノ国、いろんな戦いがちょっといろいろ不完全燃焼だよね。逆に登場キャラクターが多すぎて、収集ついてないっていう感じなんだよな。なんかそんな感じだよね。本当に、あのバロックワークスの時の戦いは分かりやすかったよね。ミスターね、ゼロからオールサンデー1、2、3、4とさ、こうだんだん、あ、まあ、3はもう特にぶちのしたけど、4、2、1とだんだんこう下がっていくっていうね。でこいつはね、不思議なことにね、なぜかね、ここから撃っても、ね、倒すことができないっていうあれだから、まずは遠目から飛び返ってみる。いやーにしてもゾンビー、キンバおいおい、どこ行くギア、うん、うん、でもなんかやめよ、あそこからなんか組みつかれそう、うん、プル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 いっちゃってる。あぶれあぶれ。おいしょー。こいつも、こういうなんかもういろいろ目に刺さってるね。なんだろう、こう殺された時の道具をみんな持ってるのかな。今回のシーウイルスに温泉じゃねえや。感染したゾンビたちっていうのは、こいつらは死体なの？それとも生きてる？ここからは、あ、撃てない。撃てなさそう。ダメだ。まだ先行くのね。バイバイ。そう。ほら、Tウイルスはさ、あれゾンビって言ってるけど、近い、つい活性死者っていうやつじゃん。まあ、要は、あの細胞が再活性したことによって近い。再活性したことによって、あのね、一応その生きてる、うん、ただまあ新陳代謝が激しすぎてご飯食べないとやっていけないわよっていうオチになってるって感じだね。てか今気づいたんやけど、後ろおい後ろ、ちょっとのどちんこ爆発やろー、めっちゃ近い、まとめてお亡くなりになっていったらいい。こいつ、長えな。シンプルに。長えぞ。うん。まぁ、あ、ちょっと、焼きおにぎりを持って、最高。こっちか。あ、よし。タルタルサービス、ドゥン。あ、次行こう、行こう、行こう、行こう。グリッと。んで、いるね。で、おぉ、ちょ。まぁ、あ、まぁ、そんな大歓迎なんて、そんな、そんな。いい。あれ、あ、ちょ、やばいやばい、いっ、バトン、壁ドン、ゲイ、え、壁ドンでお亡くなりになってないぞ、おめ、強えな、おら、ワクワクする、ゾリア、あれちょっと、マジで、あ、ちょ、ずるいの、あ、やっとや、勝った、もうなんか、そういう薬を飲んだ後の、ててそうそう、ムービーシーンの最中にさ、また奥からのどちんこが来た、爆発のどちんこ、あちゃ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 、爆発のどちんこ投げてきてる、ちんこ投げてきた、よし、回復、よし、さあまず第一関門かな、突破、あれアイテムは特にないのか、いる価値にもないしね。よし、さあもう一個。果たしてどうなるのか。でさでさでさで、ちょっと池田。よいしょ。ピキン。ルルルルル。お尻が今日も輝いてる。いいね。でもう一個、あ、そうか、これで登らなかった。じゃん。
急いで逃げないといけないよね、これね。あーちょっと、こんなとこ、あちゃちゃ、あちゃ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 って、うわちゃわちゃちゃちゃって、なんかあの最後の倒れ方がダダッコみたいになってる。ういしょ、ういしょ、けい。まだ生きて強くない？え？強くない？こいつしつけえぞ、強えぞ。奥の方でなんかプルプルプル。オッケー、なんか倒れてる。僕はもういいよ。当たってねえし。え？なんかドゥンドゥンってる。よいしょ。オッケー。やばい。なんか、ドンブラコ行ってる。デブが、デブ。ちょ、あれ？君そこ入れる？赤い目ゲットした。うん。ねえ、悪趣味だよね。あ、でもあいつ中に入って何したいんだ？私こっちよ。後ろから行くか？うい。うい。あれ？めっちゃ食い込んでる。ん？あ、違うわ。単純にあれだ。あれ、なんだっけ？ニッパー？ブンブンチョッパーでやられてん。そう、あの、皆さんね、みじん切りをしたいときはね、あの、ブンブンチョッパー買ってください。あ、300円か。なんか、そんな安くなかったか。900円くらいだったかな。なんかで、あの、みじん切りを一瞬でできるっていうね、超アイテム。うん。そうそう、ミスってる。うん。さて、ここで、登ってるから、そっか、降ります。ペン！降りく。よし、オッケー。これで、ハメハメ完了したかな。ハメライス。あれ、開かないぞ。確か、あった。ほいっ。さて、一区切りつきますか。そろそろね。で、あれ、はまってなかったのかよ。あれ、三つはめなきゃいけないんだっけ。あ、指輪と、なるほどね。指は目、歯。で、エイダちゃんに、ハメハメ。よし。C はお預けよ。B までよ。B まででも十分っす。よし。じゃあ、登って。シュイッ。くるっ。おい。この、やっぱ、身体能力がエグいよね。普通に考えるとね。片手で登ってっていうのもさ。よし、戻ってきました。ここでね、しれっとこうゾンビが出てこないっていうのは、やっぱ、レオンたちがちゃんと始末してくれてたっていうことなんだろうね。よし、じゃあ、はめて。もう一丁、はめはめ。される方がしてるっていうね。何も言ってないですよ。はい。じゃあ、ここ降りたところから、続きやっていきたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、エイダちゃんのおっぱいを眺めながら、まあ、彼、男にしちゃった。なんか、一応39歳らしいですからね、40代手前のね、美貌、こんなものでございます。最高ですよね。はい。じゃあぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また明日以降もご覧ください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。